おい、みんな釣れる気配がねえよ。なあ、これ何今の現象。見て、ちょっとさっきの呪いのビデオ見に行くか。ごめんね、みんな。よいしょ。これ開けてみる。普通に空だし、普通に空だし、なんか俺が捨てたみたいなんじゃないか。これで普通に空だとか言ってさ、ボーンとか言って、海の中、くっせ、お、うんこの匂いがするわこれ。こうやって手離して、え、カニめっちゃいる、なにこれ。で、ここカニが生息してるよ。こいつらもうどこでも生きていけるじゃん、こんな汚いゴミ。すげえ、カニが大量繁殖してる。見えるこれ、みんな。あ、ごめん、この中だ。見えるかな、カニ餌にして釣れ。ほら、めっちゃいる。見えてる？多摩川の生態系おもろ。テトラポット気をつけてね。うわ、でかあのカニ。ね、あのカニめちゃくちゃでかい。これ見えてる？ポイ捨てやばいね。クソでか。登ってきてるぞ俺の方に。挨拶しに来たわ。なんかダボハゼが釣れるらしいぞ。ダボハゼって淡水魚なんだ。俺海水魚かと思ってた。この辺とかいそうだね。俺この前ハイチュウでハゼ釣れた。バカじゃん、何でも釣れるじゃん。ハイチュウでハゼ釣れたらしいぞ。汚いね。うん、ハイチュウで釣れたら何だって釣れるだろう。ハイチュウでハゼ釣れるらしいぞ。もう口に入れば何だっていい。てかハイチュウで釣れるんだったらゴミでも釣れるだろうね。ベニでも釣れるよ。多摩川でね、ベニで釣るとリオンとね、ダボハゼが釣れる。その2つ、その2匹はね、何でも食いつくから。だから今日そのもう2種類いるんだけど、多摩川にはリオンとダボハゼが。片方釣るね。ベニまた NG になってる。じゃあなんか誰かしらが入れたんだろう。俺が昨日解放したんだけど。でも本当にこれ一つはもうこんぐらいの。え、もうちょいでかくなきゃダメだろ。でも本当にウジ虫もこんぐらいなんですよ。あいつらウジ虫食う。ウジ虫食います。ええ、ちょっと見せてあげて。ああ、本当だ、そうなんだ。見えます。オッケー。はい。で、面白い。昨日さ、俺9キロぐらい、はい、歩いて帰ってきて、はい、お腹空きすぎちゃって危うくダボハゼの餌食いそうになって、カニカマンじゃんとか言って食おうとしたら、嫁が、いやそれあれだ、テナガエビの餌だよって止めてくんだったら、俺に食われるとかだぞ。すいません。リオンとテナガエビと俺は食いつくからな。何でも